みんなが出るテレビはテレビ神奈川で放送されたテレビ番組で神奈川県の役立つ情報を視聴者に伝えるべく、視聴者の投稿をもとに視聴者代表である女子大生リポーターが取材を行い、レポートとして紹介する情報バラエティ番組である。正式タイトルはみんなが出るテレビ横浜開放区で、略称はみんテレ、み TV。本放送再放送2004年5月13日に放送を開始。基本コンセプトは、神奈川県の役に立つ情報を視聴者に届けることで、視聴者代表としての女子大生リポーターたちが、口コミ情報などをもとに取材を行い、リポート発表を行う番組である。番組開始後、番組改編期に、セットや番組内容等をリニューアルしつつも、基本コンセプトは変えずに放送された。この番組の前身は1998年8月から2004年3月まで、放送された横浜ウォーカー TV であり、スポンサーのアサヒビールとセールスと制作協力をする、いわゆる電通枠を移行する形で始まった。みんテレファーストステージの番組収録が行われたランドマークプラザ番組は、横浜市のみなとみらい地区にあるランドマークプラザの1階で、各週水曜日に公開収録が行われ、出演者は山田久志、女子大生、リポーター数名、tvk アナウンサーの佐藤明で番組が作られていた。女子大生リポーターや佐藤明は椅子に座って正面を向いていたが、山田久志は常に後ろ向きでディレクターチェアに座り、黒子の姿となっていたためほとんど声のみの出演となっている。佐藤明は番組の進行役を担当していたが、2004年12月で降板し、進行役を女子大生リポーターが兼任するようになった。通常の放送内容は、1回あたり6本の女子大生リポーターのリポート発表がメインとなり、フリースタジオ、SPORTIVO! のコーナーで構成されていた。発表するリポートは、神奈川県内の情報に限られ、女子大生リポーター自らがアポ取り、ロケ班、取材、VTR 編集、リポート原稿作成などすべての作業を行っていた。番組開始当初は視聴者からの投稿も少なかったためか、女子大生自身が見つけたネタや情報をレポートしていたが、視聴者投稿が増えたのか、途中からは視聴者投稿を中心にリポートするようになっていた。これ以外にチャンピオン大会、海外研修報告、CM 作成、総集編、没ネタ特集などの特別編成の放送があった。リポートは指名された女子大生がリポート発表場所に移動し、山田久志の合図により開始され、制限時間以内に編集した VTR、フリップ、原稿を使って報告を行う。発表する順番や発表できる人は当時、エグゼクティブディレクターだった山田が独断で決めていた。リポートを作成するだけでも大変な上、リポート発表時間は3分7秒という短さ。さらにリポート発表後には他の山田久志や女子大生からのツッコミがあり、食べ物系のリポートが多くなったことで、食べ物系ネタは1週に1個という制限がつけられたこともあった。リポート発表後には内容によりリングがもらえ、10個集まるとご褒美がもらえた。女子大生リポーターは神奈川県内の大学に通う、または神奈川県内に住んでいる現役の女子大生で、本気でジャーナリストを目指す人が対象とされていた。このファーストステージでは17名の女子大生リポーターが誕生した。リポーターといっても素人の女子大生のため、言葉遣いや表現について山田久志や佐藤明に注意される場面が多く見られた。2005年3月には大学卒業と同時に番組も卒業するなどの事情で4人が最後の出演となった。ファーストステージの企画ファーストステージ終了後、スタジオでの収録となり、セットが大きく変わってしまったが、番組内容はほとんど変わらず女子大生リポーターが、視聴者からの投稿をもとにリポートを発表する、基本的な流れは同じだった。女子大生リポーターの人数は10人に減っていたが、セカンドステージ開始当初に2名が加入し、12名でスタートを切った。ファーストステージからの変化は、番組開始当初多額の借金により、セットが箱馬で組まれたものになってしまったこと、リング制度が廃止になり、リポートの内容により1軍と2軍に分けられる制度になったこと、SPORTIVO!のコーナーが横浜ミュージックパワーに変わったこと、頑張れ!運動部員のコーナーが新設されたことである。リポートも神奈川県だけでなく、東京や埼玉や千葉など関東近県に広げ、情報を受け付けていたが、実際に神奈川以外の情報がリポートされたのは、数少ない。通常の番組では、最初に視聴者からの調査依頼などを一軍がリポートを行う。その後横浜ミュージックパワーや頑張れ。運動部員のコーナーが入る。後半は2軍のリポート発表を行い、エンディングとなる。特別編成ではゲストが来たために、後半の2軍リポートがなくなったり、ホノルルトライアスロンの報告、総集編の放送があった。セカンドステージの終わりには、バージョン 2.5 の序章として、当時の女子大生リポーター全員が集められ、今までリポートされた内容に関するテストを行った。あと、これからどんなことがやりたいのか、山田久志と面接を行っていた。セカンドステージでは、1名が番組から去っていったが、新たに5名の追加メンバーにより延べ14名の女子大生リポーターが活躍した。セカンドステージの企画セカンドステージまでは視聴者投稿を中心とした口コミ情報のリポートを紹介する番組であったが、このバージョン 2.5 からは女子大生リポーターたちが1人以上でプロジェクトを組み、何かしらの成果を上げることを目的とした企画に変わった。プロジェクトはセカンドステージの最後に山田久志と面接を行った結果をもとに、民、テレ本作成、商品開発、お祭り復活、NPO 法人設立、番組販売の5つに分けられた。商品開発プロジェクトはその中でも、民、テレタイピングゲーム開発、化粧品開発、観点開発の3種のサブプロジェクトに分けられた。これとは他に、横浜ミュージックパワープロジェクトとして、インディーズミュージシャンのサポートも行われた。企画内容は大きく変わったものの、神奈川県民に役立つ情報を伝える番組としてのコンセプトは変わらず、プロジェクトも神奈川中心の考え方で進められた。変わったことはこれだけでなく、1軍、2軍制度がなくなり、全員が椅子に座るようになって、リポート発表時間の3分07秒がここで姿を消した。神奈川県に住んでいる、もしくは神奈川県内に通勤、通学している視聴者を3人ほどをスタジオに呼び、神奈川県民コメンテーターとして、女子大生リポーターたちが取材したリポートやプロジェクトの進捗状況についてコメントを行うようになった。プロジェクトといっても、序盤で暗々立ち込めたり遅々として進まないものがあった。プロジェクトといっても一人で取材等を行うことも多く、プロジェクト間の格差が大きくなることとなった。そんな中、以前取材した横浜の老舗和菓子屋、銚子屋との交渉により、いつでもどこでも食べられる寒天の共同開発が決まったことを機に、プロジェクトの進捗具合が一変した。2006年3月で大学を卒業する女子大生が多かったことも影響し、進むプロジェクトと進まないプロジェクトが明らかになってきたが、最後は、女子大生たちができることだけをやって、この企画は終了となる。そのため、プロジェクトの途中だったものや達成したとは言い難い、プロジェクトでも途中で打ち切りとなった。このバージョン 2.5 では、早期の卒業者はいたものの1人も途中で番組を去ることもなく、3人の追加女子大生と共に、延べ17名の女子大生が番組に参加し、10人の女子大生たちが番組を卒業し旅立っていった。この10人が番組を卒業したことで、ファーストステージからの女子大生リポーターがすべて姿を消したことになり、番組がランドマークタワーで公開収録されていたことを知るのは山田久志一人だけとなった。バージョン 2.5 の企画各プロジェクト2006年4月から民、テレザサードと名前を改め、視聴者からの口コミを元にした情報を番組で紹介するニュースショースタイルとしてリニューアルしたが、基本的にはファーストステージ、セカンドステージとほぼ同じ内容で、ある意味原点回帰を狙った作りになっている。そして山田久志は、今までの黒子姿から、神奈川県民の声を拾う山田、マイクとして引き続き、番組に携わることとなる。企画面では、一般視聴者が女子大生リポーターと司会進行を務めたり、バージョン 2.5 で開発したパッド寒天を神奈川県で行われるイベントに出向き、PR 販売を実施した。2006年10月に企画は終了した。しかし、2006年10月12日放送からザ・ザードの呼称が外れ、番組の後半に特集コーナーを設けるなどのデコ入れを施したが、途中でレギュラー出演者の理髪店店主による出張散髪企画やペット処分や痴漢などといった社会問題について議論を交わす企画などが放送されることもあった。ミンテレザサードでは番組卒業生4名がリポーターとして復帰を果たし、2名が番組を去ったが、8人の追加女子大生と共に延べ19名が番組に参加した。ザ・サードの企画卒業式2007年4月3日、放送時間がこれまでの木曜日夜10時から火曜日夜10時へ移動。サブタイトルこそついていないが、内容そのものはザ・サードから変わっていない。また、女子大生リポーターも前年度からの在籍メンバー9人と新たに4人が追加され13人でスタート。その後、数回の変動がありながらも延べ19人の女子大生リポーターが活躍した。2007年度の企画卒業式2008年4月1日、通算4度目のリニューアルをしたが、それに伴い、番組開始からの筆頭スポンサーだったアサヒビールが、降板が大きくかけ離れたことによるもの。これにより、アサヒビールが、スポンサーの tvk の番組はあっぱれ。神奈川大行進だけとなったし、角川マーケティングは、提供枠からは降りたものの、横浜ウォーカーとの連動は続けていくこととなった。提供スポンサーとして、テロップ表示されているのはソニー損保だけとなった。さらに女子大生リポーターも、将来アナウンサーを本気で目指している人を対象にしたため、大幅なリストラを敢行。前年度からの在籍メンバーは7人。2008年3月25日放送終了時点では11人いたが、4人が降板した。うち2人は前年度の卒業生にプリザーブドフラワーを作成したメンバーであり、さらにこのうちの1人はバージョン 2.5 からの在籍メンバーだったに減少し、4月1日放送では2人が加わり9人でスタート。その後、4月15日放送で3人。このうち1人は公式 HP で紹介済み。またもう1人は前日のアルティメット部の一般参加者、9月9日、放送ではさらに3人が追加された。しかし、8月に1人が降板、9月16日放送で1人が卒業。翌9月23日放送からは13人体制となった。2008年度の企画卒業式2008年11月下旬発売の月間テレビ情報誌の番組表で、同年12月での番組終了を発表していたが、番組内ではそれまで終了の事実を公表せず、秘密とされていた。ミンテレに投稿されたネタを視聴者の代わりに取材して、発表する視聴者代表のリポーター。常に十数名のリポーターが在籍。全員神奈川県に在住もしくは、神奈川県内の大学に通う女子大生。開始バージョン 2.5 ザ・サード2007年4月3日から12月18日、同年12月25日から2008年3月25日。ありがとうございます。